まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。おっと、ドンフランキー、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアルファマム入ってゲートイン完了です。スタートしました。ドンフランキー、ダッシュがつきません。まずは先行争い、ペプチドナイル前に行きそうです。ペプチドナイル先手を取りました。青の帽子赤風、その後ろすぐ隣にガイアフォース、その外にアルファマム、内からはドゥラエレーデ、並んで5番オメガギネス。ドンフランキー上がっていきました。少し間が空いて空手ビッグファイヤー、そのうちに続いています。その隣にイグナイター、並んで2番シャンパンカラー、その外からウィルソンテソーロ、並んで11番キングズソード、すぐ後ろにスピーディーキック、並んで13番レッドルゼル、しんがりからタガノビューティー。合計機を通過していきます。ここでドンフランキー先頭に変わりました。2番手はガイアフォース、ペプチドナイル、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。ドンフランキー先頭、レッドルゼル伸びてきた。最後の追い比べ、先頭はレッドルゼル、外から赤風、あと 200m レッドルゼル伸びてきた。2番手はスピーディーキック、レッドルゼル差を広げる、レッドルゼル1着、2着はスピーディーキック、勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル。おっと、ミックファイヤースムーズにゲートに入りません。大丈夫です。最後にアルファマム入ってゲートイン完了です。スタートしました。おっと、ミックファイヤー遅れてしまいました。先行争い、何が行くでしょうか。ドンフランキー前に行きそうです。ペプチドナイル先手を取りました。すぐ後ろにキングズソード、その隣にウィルソンテソーロ、これに続いて赤風、その外からアルファマム、内からはオメガギネス、その後ろに空手青の帽子ガイアフォース、その後ろドゥラエレーデ、すぐ後ろその後ろにイグナイター、並んで3番ビッグファイヤー、すぐ後ろにスピーディーキック、並んで2番シャンパンカラーレッドルゼル、それに続いています。並んで10番タガノビューティー、各馬砂煙を上げてかけていきます。各馬大欅を通過、この辺りで先頭が変わりました。ドンフランキー、2番手はキングズソード、ウィルソンテソーロ、3番手さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってウィルソンテソーロ、内から赤風、外からレッドルゼル、ウィルソンテソーロ先頭、外からレッドルゼル、ウィルソンテソーロ先頭、あと 200m さあ先頭は今度はレッドルゼル、2番手はウィルソンテソーロ、レッドルゼル差を広げる、レッドルゼル1着、レッドルゼル完勝。2着はウィルソンテソーロ、3着に赤風、勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル。さあ最後は大外枠のアルファマム、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはイグナイター、綺麗なスタートを切りました。イグナイター、この辺りも前へ行きます。イグナイター先手を取りました。その外にウィルソンテソーロ、並んで15番ドンフランキー、内からはペプチドナイル、すぐ後ろにキングズソード、ビッグファイヤー、そのうちに続いています。その外からアルファマム、内からはオメガギネス、その外に赤風、その隣に空手、内からはドゥラエレーデ、その外にガイアフォース、その後ろからはスピーディーキック、内からはシャンパンカラー、これに続いてタガノビューティー、最後方にレッドルゼル、各馬砂煙を上げてかけていきます。合計機を通過していきます。さあ先頭はペプチドナイル、まだ粘っています。ウィルソンテソーロ、ほとんど差がありません。ドンフランキー3番手、さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったウィルソンテソーロ、リードは2馬身から3馬身、赤風手応えは悪くありません。前を捉えられるか、内からドゥラエレーデ、外からスピーディーキック、あと 200m レッドルゼル追い上げてきた。レッドルゼル先頭、2番手はウィルソンテソーロ、レッドルゼル、レッドルゼル1着、2着はウィルソンテソーロ、勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル。おっと、オメガギネス
スムーズにゲートに入りません。大丈夫です。最後にアルファマム入ってゲートイン完了です。スタートしました。オメガ2です。これは遅れてしまいました。さて何が行くのでしょうか。ウィルソンテソーロ前に行きそうです。ウィルソンテソーロ先手を取りました。ピンクの帽子ドンフランキー、その後ろキングズソード上がっていきました。すぐ後ろにペプチドナイルミックファイヤー、そのうちに続いています。その外からアルファマム、内からはガイアフォース、その隣に赤風、内からはイグナイター、並んで4番ドゥラエレーネ、空手、すぐ後ろオメガ2です。それに続きます。並んで12番スピーディーティック、その横にシャンパンカラー、すぐ後ろにタガノビューティー、しんがりからレッドルゼル、この辺りで各馬大手焼きの向こう側を通過。ここでドンフランキー先頭に変わりました。2番手はキングズソード。さあいよいよ直線の攻防、ドンフランキー先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか、ウィルソンテソーロ足色は十分、前に迫れるか。ドンフランキー先頭、レッドルゼルようやく上がってきた。残り 200m、 先頭は変わってレッドルゼル、残り 100m、 2番手はスピーディーキックレッドルゼル、この馬で決まりか。レッドルゼル強い強い、レッドルゼル圧勝ゴールイン。2着はスピーディーキック、3着にタガノビューティー、レッドルゼル見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のアルファマム、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ガイアフォース好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがガイアフォース、ガイアフォース先手を取りました。ミックファイヤー、そのうちに続いています。その外にウィルソンテソーロ、内からはオメガ2です。その隣に赤風、その外からドンフランキー、ペプチドナイル、すぐ後ろ、すぐ後ろにアルファマム、空手、それに続きます。すぐ後ろにシャンパンカラー、並んで1番イグナイター、その外にドゥラエレーデ、スピーディーキック、それに続いています。緑の帽子キングズソード、その後ろタガノビューティー、この馬もこのグループ、ここにレッドルゼル、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として7番ガイアフォース、まだ粘っています。2番手はドンフランキー、4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はドンフランキー、外から勢いよくウィルソンテソーロ先頭、ドンフランキー追いすがる、レッドルゼル足を伸ばす、先頭を捉えるか、200を切った、先頭は依然としてウィルソンテソーロ、レッドルゼル抜けた、ウィルソンテソーロ迫る、ウィルソンテソーロ、ウィルソンテソーロ1着、2着はレッドルゼル、3着にドゥラエレーデ、ウィルソンテソーロ見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のアルファマム、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。タガノビューティー、これは好スタート、空手、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのが空手、先手を取ったのは空手、その外からウィルソンテソーロ、その隣にドンフランキー、ミックファイヤー、その前に進出、これに続いて赤風、その外にアルファマム、内からはオメガ2です。その外にガイアフォース、その後ろにペプチドナイル、その後ろにタガノビューティー、並んで11番キングズソード、この集団にドゥラエレーデ、イグナイター、そのうちに続いています。白の帽子シャンパンカラー、その後ろすぐ後ろにスピーディーキック、大景気を通過していきます。ここでミックファイヤー先頭に変わりました。まだ粘っています。ウィルソンテソーロほとんど差がありません。空手3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はウィルソンテソーロ、しかしその差はわずか。粘り込めるか、キングズソード懸命に足を伸ばす、ウィルソンテソーロ先頭、外からキングズソード、あと 200m、 先頭はウィルソンテソーロ、一気にレッドルゼル、レッドルゼル抜き去った、レッドルゼル1着、2着にはどうやらキングズソード、勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル、